はい、どうも、プレスの T です。今日やっていくのは二項定理の利用っていうところでお話をしていこうと思います。二項定理っていうと、なんやいっぱい C が出てきてぐちゃ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 長い式とかがあるからもうよくわかんないって思う人多いんだけれども、やってること自体はそんなに複雑なことではないんですね。なのでまずはどんなことやってるのかっていうのからゆっくり一緒に見ていくことにしましょう。じゃあスタート。でまず最初に二項定理っていうのがどんな式なのかっていうのだけチェックしておきたいんですけど、二項定理っていうのはこういう話なんですね。 A たす B の N 乗について A の N 引く K 乗かける B の K 乗の係数は NCKになり、これを展開した式がこうなるという話なんですよね。でこの長い式、これを見た段階で数学嫌いな人は心が折れるわけですよ。何やってんのか分かんないって。でまあこういう風に長い式が出た時っていうのは一回落ち着いて意味を考えてみるといいんですね。適当にこんな式が出てくるわけがなくて、何かしらの理屈があるからこういう風に式が、まあ、当然書けるわけで、こんなもん丸々覚えてないですからね、僕らも。でどうしてもこんな長いのが無理っていう人は、まあ、こういう風に書く技もありますけど、まだシグマとか習ってないですしね。一応シグマの説明簡単にしておくと、ここに K ってあって、この式の中にも K っていうのがここいるわけですね。ちょっと書いておきましょうか。この K ってここにいますね。でここにもいて、ここにもいて、ここにもいるわけなんですけど、 K がまず0からスタートして N まで行きますよって意味だよね。だから K イコール0を代入すれば NC0、 ここですね。で N-K だから K 今0ですよね。 A の N 乗になって B の K は今 0、 B の0乗、つまり K イコール0の時この式に該当するわけですね。それを順番にこう増やしていくと、まあ、この式になるんだけど、まあ、シンプルに書くならこうだと、まあ、別にこれは分かんなくていいです、まあ、ついでにこれ書いたんでこういう風な書き方もあるよっていうご紹介だけ。 C っていうのはこういう風に書くこともできるんで、まあ、一応あそういうのもあるのねぐらいで知っておいてもらったらいいと思います。で、まあ、別にこんな長い式がどうとかっていうのがメインテーマではなくて、実際にどんなことやってるのかっていうのを見ていくのが今回のテーマなんですよね。で、なんで NCK が出るかっていうと、まずね、具体例 N イコール3の場合を考えてみましょうと。 N イコール3だったら A たす B の3乗ですね。 N ってここにあったんで N が3になるからこうですよね。で、これをばらしてみるとどうなるかっていうと、こういう話になりますよね。 A たす B、 A たす B、 A たす B というのが3つかかっている。これを短くしたら3乗って書いてるだけです。んで K イコール2の場合っていうのはどういうことかっていうと、ここ書いてるように A の2乗 B っていう形になるわけですよね。この A の2乗 B っていうのはどういうことかっていうと、ここすごく大事なんだけど、3つの括弧から A を2個と B を1個選べばいいんですよね。だってそうでしょ。ここにこうあって、例えばこの括弧から最初の括弧からは A をもらう、で次の括弧からは B をもらって、最後の括弧からは A をもらうよ、こういうふうに考えればいいわけですよね。そしたら A が2個、 B が1個っていう形で A の2乗 B っていうのが作れるわけです。じゃあその選び方は何通りあるんですか。3個ある中から A は2個、 B は1個選べばいいんですよ。この選び方っていうのは組み合わせで考えれますよね。前回やったやつです。わかんない人はもう一回見直しといてほしいんだけど、3個の中から2個選ぶわけですから。じゃあこれ簡単に考えれますよね。 B を1個選んで A を2個選ぶわけだから 3C1、 まあ別に 3C2 でもいいですけどっていうところで計算してあげれば 3A の2乗 B ですね。まあ、今回はもうやらないですけど、
この a+b の3乗の展開公式覚えてますよね。 a の2乗 b の係数っていうのは3になるはずですね。ちょっとぐちゃぐちゃ言って分かりにくくなってしまったかもしれないんで、また例題を見てみることにしましょうかね。 2x たす 3y の5乗、今回は5乗ですね。これについて x の2乗と y の3乗の係数はいくらですかっていう問題があったとします。これの考え方としては、この 2x たす 3y っていう括弧が全部で5個あるわけですね。で、括弧が5つあって、この5つの中から 2x を2個、3y を3個選ぶんだと言ってるわけですね。ってことは、5個あるやつから同じものを2個と同じものを3個、これを選んでくればいいわけですよね。じゃあこうかけるのって簡単にイメージつきますよね。 5C3 っていうのは5個の中から3個選んでるってだけの話なんで。で、 Y は3つあるんで3乗だし、 X ってのは2個あるから2乗だしと、これだけの話ですよね。で、これ考えるときに C でやってもいいんだけど、階乗でもできるって前回お話ししましたよね。それ見てみるとどうなるかっていうと、こういう書き方になるわけですよね。僕はイメージ的にこっちの方を押しますね。わかりやすいんでね、これ考えるときに関しては。 3y が3個あって 2x が2個あると、要はここにそのまま対応するんでね、この部分ってのがここに対応してて、この部分ってのがここに対応してるわけですから、まあわかりやすいっちゃわかりやすいですよね。で、まああとは計算するだけですね。こんな感じで計算していって、 1080x の2乗 y3 乗になったと。で、ここで終わっちゃまずいんですね。なんでかっていうと、問題で係数はって聞かれてるわけですから、これ全体は係数じゃないですね。係数にあたる部分はこの部分なので、ちゃんと問題に答えるんであればこういうふうに係数は1080だよってこうちゃんと書いてあげる必要性がありますね。まあ、これは別に今回のやつは直接関係ないんですけど、聞かれたことに答えるっていうのはすごく大事ですね。じゃあ次、ちょっとだけレベルを上げてみましょうか。 2x たす 3y たす z の5乗について、 x の2乗 y の2乗 z の係数はと。まあ、これね、厳密に言うと二項定理ではないんですよ。まあ、多項定理とかって言ったりするんだけど、だってここ2項じゃないからね、3つあるから二項定理ではないんだけど、同じように考えてもらったらよくて、 2x たす 3y たす z っていうのが括弧が5つ、 x を2個、 3y を2個、 z を1個選ぶんだと。それだけの話ですよね。ってことは、5つの中から同じものを2個ずつ2個ずつで、あと1個、これを選んでこいというような話なわけです。これも同じものを含む順列でやったのと同じように考えればいいので、こう書けますよね。なんとなくイメージついてますかね。この 2x の2っていうのがこの2に対応していって、3y の2乗っていうのがここの2っていうのに対応しているし、 z の1乗っていうのはここの1っていうのに対応していると。すごく簡単じゃないですか。で、これを計算してあげればこんな感じになって、まあ、こうですよね。まあ、偶然一致してるだけなんですけど。で、先ほど言ったように聞かれてるのは係数なので、ちゃんと係数を答えてあげましょうと。まあ、それだけの話ですね。こう考えると二項定理あんま難しくないような感じしますよね。で、最後にちょっとだけ雰囲気が違うというか、二項定理っぽいぽいってなんだって話なんだけど、二項定理の問題で聞かれるパターンもう一個見ておきましょう。 NC0 たす NC1 たす NCN、 これの値を求めてくださいと。こういう問題たまに出るんですね。で、これを考えるときにどうするかって言ったときに、パッと見た感じでなんなく二項定理使いそうって空気感は感じれますよね。じゃあこの式を使ってみようと。いやいや、でもこれが大変なんだよって
ていう人いると思うんだけど、もう一回見ておくと、それぞれ展開してるだけですから、この式読み方として A を N 個と B を0個選んでくるのは何通りありますか、 NC0 つまり1通りありますよ、 A を N-1 個と B を1個選んでくる方法は何通りですか、 NC1 通りですよ。それをずっと書いてるだけですよね。だから別にその難しい話ではないんですよ。式が長いから難しく見えるってだけで。いいですかね。じゃあこの式がイメージできるようになったら A イコール1 B イコール1っていう風にしてほしいんですよ。でこの A イコール1 B イコール1を代入して式を書き直すとこんな感じで書けるわけですね。で注目してほしいのがここですね。全部1になってますよね。1っていうのは何乗しても絶対に1にしかならないんですよ。ってことはこの部分、この部分ってのは全部1になるんですね。これ1ですよ。これ1で、かける1ってわざわざ書かなくていいじゃないですか。ってことはこういう式になります。これって求めたい式の値じゃないですか。ってことは結局 NC0 たす NC1 たす点点点点点のNCN っていうのはカッコ1たす1の N 乗なんだよと。でここでいやいやいやこんな N 乗の展開とか無理ですよとかっていう人いるんだけど、そうじゃないでしょ。そうじゃなくてここね、1たす1先にやっちゃいなよ。1たす1は2なんだから単純に2の N 乗、これで値を求めようって言われた回答になってますよね。これで値を求めようって言われた時の答えになってますよね。なんで聞かれたらこの値を回答として書いておけば OK なわけです。まあこう考えてみると本当に単純に代入しただけなんで何ら難しい話ではないし、式を忘れたとしても別にこんなん書けますよね。意味さえ分かってれば。だから落ち着いて考えることっていうのが非常に大事ってことですね。っていうところで今日のまとめになるんですけど、今日のまとめはC がいっぱいあってもビビらないと、そういう話なんですね。やってることは非常に分かりやすくてシンプル、ただそれを式で書こうと思うとめちゃくちゃ長い。でみんなどうするかっていうと、式を見た段階で難しくてうわもう無理ってなっちゃうね。そうじゃなくてまず式が出てきたらその式が一体何を意味しているのか、これを考えるようにしてほしいわけですよ。そこで式の意味が分かってくればいくら長くても、いやそりゃね僕らでも書くのはだるいよ、これ書こうと思ったらうわめんどくせえなとかシグマ使って書きたいなとかまあ思ったりするけど、別に難しいってわけじゃないんですよ。単純にめんどくさいだけ。だからとにかく C がいっぱい出てきてうわーってなるんじゃなくて、やってることを考えて落ち着いて一個ずつやっていこうと、そういう考え方っていうのを持っておいてほしいです。まあ以降ねいろんな式とか出てきて複雑なのもあるんだけど、そこで難しいって思うんじゃなくて何をやってるかっていうのさえ理解できればどんな分野であっても問題なく攻略することができるんで、そのところをしっかり押さえておいてください。じゃあまあ今日はこの辺で終わりにしておきましょうかね。今日やった内容分かりやすいなと思ったらいいねボタンよろしくお願いします。チャンネル登録もしておいてもらえると嬉しいです。他にも Twitter や REC なんかで情報発信もしていってるんで、よかったらそっちの方もチェックしておいてください。じゃあお疲れさんでした。さよなら。